皆さんお久しぶりです。こんばんは。京都の絵描き米半です。本日のペン画入門ですが、テーマを一つもらったという設定で、今回はサイコロですね。サイコロをメインのテーマというふうにもらったという体でお絵描きをしていきたいと思います。まあ、テーマというものをね、こう一つ決めて描くっていうのも面白いかと思いますし、それにこうプラスアルファで付け足しをしていくというのを今回はお見せできればと思っております。まあそんなに難しいことはしませんので、気軽に見ながら皆さんも書いていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。では、少しいつもと違いますが、画面を変えていきたいと思います。はい、それではですね、本日も早速絵を描いていきたいと思います。本日のテーマですけど、一応サイコロというテーマをもらいましたという体でですね、描いていきたいと思っております。ちょっといつもと価格が違ったりしますが、ゆっくり楽しんでいただければと思います。少し音声が遠いかもしれませんが、絵を見ながらね、ゆっくりやっていってもらえたらと思います。はい、まあいつも通りですね、大体のこう中心線を取りつつやっていこうと思います。まあね、4辺は結構薄く縁取りしておいた方がいいかな。辺りですかね、この辺りにサイコロを入れていこうと思います。まあよくね、サイコロというか、このサイコロ型の形というかね、立体の絵は、小学校、中学校でね、よく見たんじゃないでしょうか。まあ、それのね、まずは当たりをつけていきましょう。サイコロの、まあ、描くときの注意点というか、角がね、意外と角張ってないんですよね、サイコロ。で、数字の順番等は、調べたら分かると思うので、今日はそれなりの形でね、いきたいと思います。サイコロ一つ書くのでもね、ここの一番前の面は、1にするのか3にするのか、6にするのかって思うと思うんですけど、結構上を1にしたりね、こっちを横面をね1にしたりする、これはもう正直、どうでもいいじゃないけど、自分の中の好きな数字を選んでもらったらいいと思いますが、今回はねシンプルな1を書いていこうかなと思います。で、ちょっと今ねざっくり書いちゃったんで、もう一回説明しながら書くと、1なんでね、中心を取りましょう。この面の中心をこの十字で取ってもらって書いてもらえるといいかと思います。で、円とは言ってもね、こう斜めの形だったりするので、なるべくこう実際のこの一点通しというかね、こう歪みにも対応した円を描けたらいいなとは思いますが、皆さんどうでしょうかね。ちょっと見にくいかもしれませんが、で、どういう並びだったかな、サイコロ。ちょっと忘れちゃったんで、今日はね
ざっくりでいきたいと思います。まあ、上面がね2ということにして書こうかな。2の裏が5で1の裏が6だから、だからこっちが3か4になるわけですよね。で、まあ、3はこっちの面かな、こっちの面かな、まあ、今日はこっちを4にしてみようかな。まあ、4もねできるだけこう中心を取りつつ書いていきましょう。まあこれもそんなにこうねきつくこう遠近を出す必要はないと思うんですけど、まあ、一応ねこう手前の方がまあ少し大きい円になってればサイコロと分かると思います。あとでねちょっと上からの上からの映像というかも撮りますけど、でサイコロの角を、まあ、とんが角張ってたやつを少しだけ丸く角を取る感じでね、あの下書きを入れてみましょう。まあ極端にこうカックンってなってるやつの先をちょっとね丸くする感じで大丈夫です。こうねカクッとなってるやつを少し丸くするという感じですね。はい、ちょっと難しいところではありますがやってみてください。まあ、立体のねこういう、なんて言うんだろう、六面体というのかな、正六面体というのかな、を書くっていうのはまああのね美術の授業なんかでもやったことがあるかもしれないんですけど、直線のところは直線で描きながらね、直線じゃないところ角張っているところは少し角張らせたりしていくと、まあ、下書きの段階でねかなりこう立体感が出てきますし、まあ、家を描くときにしても机や椅子を描くときにも、こういう基礎のこの四面体角張ったもの、面のあるもの、線のあるものみたいなのはあのすごくこう練習になると思います。それからですね、まあ影をどっちに落とし込むのって感じですけど、まあね今回はこっち側ですね。まあこの今回のサイコロでいうと4の面こっち側に影をね、まあ、ざっとこう入れる感じでいこうかなと思っております。はい、であとはね、まあ、アレンジになってくるんですけども、そうだな、今回はどうしようかな、少しねバックに何か入れたいなと考えているんですけども、そうだな、サイコロで連想してもいいし何かそれ以外のものを連想してもらってもいいかなとは思うんですけど、まあ僕の場合は結構動物とか植物を足していくことが多いかなと思いますので、まあ、まずはねいつも あの僕がよく描くキャラクターを入れようかなと思います。皆さんはねサイコロを描いていただければそれで大丈夫かと思いますので、はいね、あのできる範囲の絵を描いてもらったり、まあ、あの次の場面までこの動画飛ばしていただいても結構ですので、
で、自分のできるペースで絵を描いていきましょう。よいしょ、まあ、こんな感じかな。はい。で、どうしようかな。ここになんかもう一つあってもいいかなと思うんですけどね。まあそういう時はね、結構こうね当たりをつけつつ、なんかこうなんかないかなーって思ったりしながらね、僕結構書いたりするんですけどね。なんかこう適当にぐるぐるぐるとかぐちゃぐちゃぐちゃみたいな感じで書いてね、やったりするんですけどね。で、まあ見えてきたものをこう本当に書くと言いますか、今回はね、なんだかこうカエルが見えてきたので、カエルをね書こうと思います。カエルの手ってどんなんだっけみたいなね、そういうのもこう想像しながら書いてみるとね、こう思ったよりもこう違ったイメージのものができたりしてね。もちろんこうカエルを描いたことがあるとパッと描けると思うんですけど、描いたことがないとね、カエルってどんなんだっけみたいな感じだと思うんでね、こう雰囲気で描いてみるっていうのも面白いかと思います。カエルって指何本だったっけみたいなね感じで今僕も書いております。はい。まあカエルを書いたらちょっとなんだかメインがどっちなのって感じになってきてしまったので、ちょっと形を変えてみよう。これ何を言ってるかというと、カエルをメインにしたくないんですね。サイコロがメインであってほしいと。なのでちょっとこう体型を小さくしてみようってな感じでね、なんかアヒルみたいになったな。鳥みたいになってきちゃったな。どうしようかな。デフォルメしてこう丸いカエルを描こうかな。感じかな。まあこんな感じですねって、まあ見ながらね、こう自分でこうサイズ感を調整していくみたいな感じですかね。
で、ここからは、まあ、僕の好きな植物のね、絵を描いてみたりしつつですね、またこう全体のバランスを整えていきたいなと思っております。まあでもこれもペンに変えた時にまたちょっと変わるかもしれませんね。全体見ながら描いていくんで、足がうまく描けないな。どんなんだったっけな、カエルの足。実際にはあのスマホを見てね、書く方がいいと思うんですけど、ちょっとね、集中してるときはね、言葉が減ってしまいますね、やっぱり。こんな感じでいこうかな。でね、ペン画の醍醐味はこう少し細かい表現だと思うので、この地面のところのね、細かい表現なんかも少しこう入れていくといいかと思います。地面のこう感じとかはね、地面のなんて言うんでしょう、質感みたいなものも多少こう足しておくと、いいかもしれないですね。これはペンの時にお話ししていきましょうかね。はい。今のところでね、まあ、こんな感じですね。
きましょうか。まあ、あとはこう下書きをねなぞっていくだけって感じでいこうかなと思いますけども、まあ失敗をね恐れても仕方ないので、どんどん書いていくという感じで行ってみてください。で、角はあの線をねこうつなげないようにしてもらえるといいかもしれないですね。先にこう書いたものの枠線とかを取っておくと、まあ、全体が先に見えますんで、枠線はね先に取っておくといいですね。はい、まあ、今回はねテーマが サイコロだったので、まあ、サイコロのこう丸を入れていきましょう。まあ目ですね、サイコロの目。はい、で、カエルさんの目をね入れていくんですけど、まあ結構ね目は最後に入れるっていう方もよく聞きますね。まあ、要はこう最後にバランスを取るためのねこうポイントになってくることが多いというわけでね。まあ、本当に今日は見えたものを描いてるっていう感じなのでね、こう難しくね書いたらそれはそれでいいんですけど、こうちょっとデフォルメすると可愛くなるっていうのもあるのでね。なんかちょっと恐竜っぽいですねカエル。下書きのうちにある程度納得のいくものにしておく方がいいかもしれないですね。そこで納得できないままいっちゃうと結構こうペンの時にこうなんて言うんだろう、線に迷いが出るというかね。
それでこううまくいかなかったりすることもあるので、とは言ってもですね、まあペンがその通りにいくことばかりではないんですね。やっぱうまくいかない時もあるし、まあ、そんな時はですね、あんまりこう気にしすぎずですね、自分の思った通りに、今回はやっぱりこういう風に書きたいなと思ったら、その通りにものを足していってもらうといいかもしれないです。その方がこう後々は納得できるかもしれないですね。まあ、さっき書いた下書きのイメージはね、こう残しつつとか使いつつだけど、やっぱりこう少し変えていくみたいな、これよくあることですね。僕、あ、皆さんもこう、まあ、下書きの通りに書いてみつつ、やっぱこの方がいいなみたいなのがあれば、その都度こう変えていくっていうのも面白いかもしれないです。これ今何を描いてるかって、地面ですよね。地面のこの、まあ、ちょっとこう砂が集まったような感じをこう少し出してあげて、でそれからさっきも言いましたが、地面のこう凹凸感をこう、まあ、斜線というかね、線でシャシャシャーっと足していくと、地面がねこう実際にある感じになってきます、はい、で、まあ、今枠線がだいたい終わりましたと、まあ、こんな感じになってますが、ここにさらにこう細かくね入れていきます。で影になるところはですね、枠線が少し強まっていると、あの見る側もそこにこう立体感を感じやすいかなと思うので、ね、こう影になる位置ですね、そこをこうちょっと詰めていくというか、やってもらえるといいですね。黒いこう縁取りを強めていく感じですね。こんな感じで、でなんでカエルから描くんだよってね、あの言われそうなんで、あのサイコロの方にね移していきたいんですけど、ちょっと待ってくださいね。でサイコロは今回のメインなので、こう縁取りの部分はちょっとこう全体強めでいくのもいいんじゃないかなと思ってます。枠取りをもう一度こうなぞっていくような感じで、で、なんていうんだろう、まあ、今こういう感じになってるんですけど、これをさらにこう強めて、で、まあ、影をね入れていきます。
ていうことはカエルの後ろも影があって、光と影の表現があるというふうに、当然ね、影を入れていくというふうになりますね。こんな感じですね。進んでますね。で、あとは僕のキャラクターとかなんで、正直ね、皆さんにこう書いてもらってるわけじゃないところだと思うんですけど、今回はねサイコロがしっかり書けてれば OK ということでね、ちょっとまあ僕が描いてる間に皆さんもこう影をつけたり、今回のこうどういうところを気をつければいいかっていうのをねまとめてもらったりとかして、まあ本当にちょっとのことでしか言ってませんけど、本当に些細なことでね、こう絵の雰囲気っていうのはどんどん変わってきますからね。感じで今描いてますよ。ね。まあ、あとはこのここをどう縁取るかですよね。サイコロの部分の、ひげを生やしてね、なんかこうおじさんみたいな さてまあそんな遊びはさておきですね、サイコロの爪をやっていきたいんですけど、まあまああの1はね、まあ、赤であることが多いので、まあ、少しこう黒よりは薄めの色を入れつつですね、で逆にあの2とか4っていうのは黒を入れられていることが多いので、まあ、塗りつぶしもしくはまあちょっとこう線の重なりが多い
感じで表現して、まあ、黒に近いような、まあ、感じになっていればそんなに悪くないんじゃないかなっていう風な感じはするんですけどね。黒の中にも少しこう濃いところと白いところというか薄いところがあったら少しこうへこんだような感じになるかなとは思いますね。だからここ赤とかで言うとね、ここをちょっとこう黒くするだけでね、イメージこう変わってきますね。なんか違うなと思ったところは真似しないでくださいね。僕ね、そういうことを結構やるんですよ。やってまた次の絵に生かすみたいなタイプなんで。こんな感じですね。なんかこう最後にすいませんね、下書きでなかったものをまた足したくなってしまったので足していきます。ちょっとしたこう太陽みたいな感じですかね。よし、おっと失礼しました。はい、というわけで今回の絵はこんな感じで、完成ですね。あとはこれを、鉛筆の線とか消して描いてもらえたらと思います。はい、なんかね変な生き物が出てきましたけど、まあ、こんなのもたまにはいいかもしれないです。はい、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。またね、バイバーイ。ちょっとお知らせがありまして、SNS では先日ね、お知らせをさせてもらったんですけども、打ち手会議というですね、まあ、京都の、京都新聞の、番組ですね。に呼んでいただくことができまして、9月の、28ですね、9月の28に、Facebook の生配信に、出ることになりました。
で、アーカイブの方ですね、まあ、後で生配信じゃない段階で見られるのは YouTube の方になりますので、そちらの方を見ていただければと思っております。はい、せっかくね YouTube もやっているので、こちらでもお知らせをさせていただきまして、皆さんにもぜひ、YouTube の方を見ていただいて、まあ、高評価だったりとかしていただければ、せっかくなのでね、いいイベントになるかなと思っております。なかなかね、他のチャンネルに出ることも僕も少ないので、今回ぜひと思いまして、報告させていただきました。いつも応援ありがとうございます。これからもねまた頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバイ。